皆さん、こんにちは。2011年、なでしこジャパンをワールドカップ優勝に導き、国民栄誉賞を受賞した澤穂希さん。彼女の名前を聞いて、胸が熱くならない日本人はいないでしょう。そんな澤さんが今、新たなフィールドで輝き続けているんです。現役時代、背番号10を背負い、なでしこジャパンの司令塔として活躍した澤さん。その華麗なプレーは、多くのファンを魅了しました。でも、引退後の彼女はどんな活動をしているのか、そして私生活ではどんな一面を見せているのか、気になりますよね。今回はそんな澤穂希の驚きの近況をお伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずはビッグニュースから。2024年9月2日、都内で行われた JFA日本サッカー協会とアパホテルのカレーカテゴリーパートナーシップ契約の記者会見に澤さんが登場しました。なんと、あのアパ社長カレーがサッカー日本代表のオフィシャルカレーになるんです。このカレー、累計販売数が1111万食を突破した大人気商品なんです。じっくり煮込んだ牛肉と野菜から自然なコクと甘みを引き出し、選び抜かれたオリジナルスパイスでまろやかに仕上げた本格派ビーフカレーだそうです。まさに日本代表にふさわしい一品ですね。会見では元日本代表の北澤剛さんと共にトークセッションや試食会が行われました。澤さんは、企業さんにスポンサーしていただくのは選手にとってもファンの皆さんにとっても心強い、私が現役の時もこんな支援があったらよかったなと語りました。現役時代を振り返りながら、今の選手たちへの思いも込められていますね。実は澤さん、アパホテルの常連客だったんです。会員証も持っていますと明かし、仕事で疲れた後、屋上のお風呂で心も体もリフレッシュしていますとプライベートな一面も。さすが元アスリート、体のケアは欠かしませんね。さて、肝心のアパ社長カレーの味は。澤さんは、お肉がすごく大きくて濃厚ですねと絶賛。北澤さんも辛いカレーが苦手なんですが、これはお子さんでも食べられる感じで非常に良いですとコメント。これは期待大ですね。興味深いのは、このカレーの売り上げの一部が日本代表の強化費に充てられること。澤さんは、強化費としても使っていただきたいけど、子供たちのためにも使ってほしいと次世代育成への思いも語りました。現役時代から後輩の育成に熱心だった澤さんらしい発言ですね。アパグループ社長兼 CEO の元谷一志氏は、一食売れるたびに強化費となりますので、一人でも多くの方にご購入いただいて、食していただいて、共に応援できる、森保さんの言葉を借りれば共闘したいと思っていますと、カレーを通じてサッカー日本代表を応援する新しい形を提案しています。さらに北澤剛さんから面白い提案も。予選突破した時には、日本代表のユニフォームを着てカレーを持ってホテルに来たら半額になるとか、ワールドカップ優勝した時には無料でと、サッカーファンを増やすユニークなアイデアを出しました。これが実現すれば、きっと多くのファンが喜ぶでしょうね。そして澤さんの魅力は、こうしたパブリックな活動だけでなく、プライベートな一面にもあるんです。2024年5月29日、フジテレビ系ポカポカに夫の辻上博明さんと出演し、視聴者を驚かせました。なんと、番組出演前日、辻上さんが尿管結石で苦しんでいた時、澤さんが救急車並みのスピードで病院に連れて行ったそうです。その間、ずっと手を握っていただいて、慰めてもらってと辻上さん。国民的ヒロインの意外な一面に、ファンからは憧れますの声が殺到。番組では、ロングヘアにメガネ姿の澤さんが登場。ヒゲを生やしたダンディーな夫と手をつなぎ、終始ラブラブな様子を見せていました。現役時代の凛とした姿とは一味違う柔らかな雰囲気の澤さんに、多くの視聴者が新鮮な驚きを感じたようです。2人は2014年から交際をスタートさせ、2015年に結婚しました。辻上さんは現在 J3 福島ユナイテッド FC の取締役副社長を務めています。サッカーを通じて出会い、今もサッカーと共に歩む2人の姿は、まさにサッカー界のパワーカップルと言えるでしょう。番組内で行われたぽいぽいトークでは、澤さんが家庭内でも司令塔っぽい、
という質問に対し、辻上さんが丸の札で回答。妻は我が家の司令塔であり大黒柱と話し、沢さんへの信頼と愛情を存分に見せつけました。ネットでは沢さん夫婦憧れます、沢さんもとってもお綺麗で旦那さんも優しそう、沢さん久しぶりに見たけど現役の時とすごく雰囲気が違う、沢さんの旦那ダンディーでかっこいい、めっちゃいい夫婦、沢さんが素敵といった声が続出。中には相席スタートの山崎圭さんに似てるという意外な声も。確かにメガネ姿の沢さんは山崎さんに少し似ている気もしますね。そんな沢さん、実は7歳になる娘さんの子育てにも奮闘中です。小さい頃からボールに親しんでいるそうで、将来は母のような選手が誕生するかもしれません。沢さんの DNA を受け継ぐ次世代アスリートの登場、これも楽しみの一つかもしれませんね。現役時代、沢さんは後ろ手に髪を束ねたスポーティーな姿が印象的でした。しかし今その外見は大きく変わりました。ロングヘアにメガネ、そして柔らかな表情。でもサッカーへの情熱は少しも衰えていません。むしろプレイヤーとしてではなく、サポーターとして、育成者として、その情熱は新たな形で燃え続けているのです。沢さんは引退後もサッカーの普及と発展のために東奔西走しています。各地でサッカー教室を開催したり、講演会で自身の経験を語ったり、そしてこのようにサッカー関連イベントに積極的に参加したり、その活動は多岐にわたります。彼女の活動を見ていると、サッカーというスポーツが単なる競技ではなく、人々に勇気や希望を与え、社会を変える力を持っているということを改めて感じます。2011年のワールドカップ優勝が日本中に勇気を与えたように、今も沢さんはサッカーを通じて多くの人々に影響を与え続けているのです。いかがでしたか？現役時代とは一味違う、でも変わらぬ情熱を持ち続ける沢誉さんの姿、サッカーへの愛、家族への愛、そして次世代への思い、その全てが詰まった今の沢さんの活躍ぶりをお伝えしました。最後にサッカーファンの皆さんへ、アパ社長カレーの新パッケージ、サムライブルーバージョンとなでしこジャパンバージョンが10月1日から全国のアパホテルのフロントで販売開始されます。さらに9月2日からはヤフーアパホテル店で先行販売も。このカレーを食べて日本代表を応援する、それも新しいサポートの形かもしれませんね。サッカーの魅力、そしてサッカーを通じて輝き続ける人々の姿、これからもそんな素晴らしい物語をお届けしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。